どうもゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はラウンドで一緒に同伴競技者の方いますね。その方にもう少しゆっくり振った方がいいんじゃないのと言われた時の対処法、これを皆さんに伝授していきたいと思います。一緒にラウンドしていると同伴競技者と言いますが、その一緒に回っている人にいろんなことを言われてしまう方結構いるんじゃないでしょうか。そういう時にどう対処すればよいか、そしてその内容も様々ですので、今回はゆっくり振った方がいいよと言われた時にどう対処すればよいか、それを皆さんに伝授していきたいんですね。私三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。本当に皆さん毎週感謝してます。そして動画を見てくれてる皆さん、いつもありがとうございます。ラウンドしている時はどういう気持ちで皆さんやってますかね。それでは早速いきたいと思います。まずラウンド、いろんな人と一緒に行ったりしますが、スイングに関して一緒に回っている人にどうこう言うというのは基本的にはマナー違反、エチケット違反になりますので、そういうことは言わないのがマナーです。ですからうまくいかない時もじっと見守ってあげる、それが重要になります。ですが言われちゃうことはあるんですね。そういう時に結構焦って打ってる感じになる方が多いんですね。コースに行くとこんな感じでもう世話しないような感じの方っていうのはいるんですね。さらにスイングが少し小さくなったり体の動きが止まったりするので、なんとなく打ち急いでる感じのこういうスイングになる方っていうのはいるんですね。そうするともうちょっとゆっくり振ったらと言われてしまうことがあります。そこで対処方法、ポイントは2つです。2つ。まず1つ目、実際にやることとしては後からやるポイントになりますが、まず最初にこれを、それはやった時に 何をするかというのもこの後もう一回言いますが、ゆっくり振ったらうまくいったな、いったよ、本当だとなんとなく言っといてください。これが重要ですね。あんまり否定するのはよくありません。まあなかなか無視することもできません。かといってそれがなんかうまくいくかどうかも分かりません。ですからとりあえず実際のラウンド中に打ってナイスショットをしたら、あ、なんか、いい感じかもかもぐらいの感じで言ってあげてください。あ、すごいいいねという必要もないし、なんかダメだねっていう必要もないし、なんかいいかも、これぐらいの対処法が一番いいです。ですからラウンドしてるときにもうちょっとゆっくり振ったらと言われたら、あ、まあ、ちょっと気分的にリラックスしてできましたぐらいの感じの返しをしておくっていうことです。それがまず同伴競技者に対するこちら側の優しさになります。正直言うと向こうからの優しさはないなと思いますが、こちら側は優しい気持ちを持って返してあげてください。じゃあ実際にゆっくり振ったらといって何をすればよいのかということが、まあ、ポイント2つ目になるわけですが、それは何もしなくていいです。何にも変えなくていいです。ですからもうちょっとゆっくり振った方がいいよ、あ、そうなのかな、そこで何もしなくてもいいです。ただただ自分のスイングをして、あ、なんかいいかも、これでいいです。こんな風に一緒に回ってる人に何か言われたら、特別極端に肯定も極端に否定もせずにいいかも、これが最強のワードになりますので、こんな風にうまくいなしてください。ただあまりにも肯定しすぎるとまた何か言われる可能性がありますので、それがめんどくさいなと思ったらそのニュアンスを微妙に変えていくといいかなと思います。ですからなんかいろいろ変えるとよく分かんなくなるからみたいな返しでもいいと思います。こんな風にですね、どっちつかずのなんとなく答えをして、そして大事なポイントは何も変えてはいけないということです。ゆっくり振ってと言われても実際にこんな感じで振っても全然いいショットは出ませんので、自分のスイングをしてください。誰かに何かを言われても全く変える必要はありません。普段の自分、コースに行った時は普段の自分をいかに発揮できるかというところが重要になるんです。一緒に回った人は普段のあなたを知ってるんですか？知らないと思います。ですから普段の自分のスイングをそのまますればいい、まあ、そういうきっかけを与えてくれたと思えば、そのゆっくり振ったらっていうその言葉もいい風に聞こえてくるかもしれません。ありがとうっていう気持ちにもなるかもしれませんが、重要なポイントは何も変えてはいけないというところになりますので、ぜひこんな風に対処してみてください。
最後まで見ていただきましてありがとうございます。楽しくラウンドするためにはいろいろポイントがありますので、一個一個頑張って押さえてやってみましょう。最後に高評価チャンネル登録ね、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。